日の川の下流域岡山県境付近を通過する、米子自動車道。奥に又の川発電所の上池と下池を望む。くせインターチェンジ付近岡山県真庭市目木で、撮影甲府インターチェンジ付近鳥取県日野群、甲府町佐川で撮影米子自動車道は、岡山県の真庭市の落合ジャンクションを起点とし、鳥取県の米子市へと至る高速道路。略称は、 米子道。法令上の路線名は、岡山自動車道と合わせて、中国横断自動車道岡山米子線である。高速道路ナンバリングによる路線番号は、岡山自動車道、中国自動車道とともに E73 が割り振られている。岡山県の真庭市と鳥取県の米子市を結ぶ高速道路で、中国横断自動車道岡山米子線の一部である。 1989年12月14日に最初の区間である甲府インターチェンジ与那野インターチェンジ間が共用を開始した。全区間を西日本高速道路が管理運営している。険しい中国山地を通過するためトンネルやカーブが多く、当期は湯原インターチェンジ甲府 IC 間でチェーン規制を実施することが多い。ゴールデンウィークやオーなどの行楽シーズンや 年末年始は、水口インターチェンジ、米子インターチェンジ、JCT 間などで渋滞が発生しており、ネクスコ西日本も、例年後の 15km の渋滞予測を発表している。落合ジャンクションヒルゼン IC 間も、毎度のように渋滞予想が出されていたが、4車線化により回数は大幅に減少した。ヒルゼン高原サービスエリア及び大船、パーキングエリアからは、 日本百名山の一つでもある大山が一望できる。米子自動車道は、1992年の全線、開通時点で、落合ジャンクション癖インターチェンジ下も除くほとんどの区間が、暫定に車線で強用された。しかし、鳥取自動車道や松江自動車道が、まだ全通していなかったこともあり、中国地方から山陰方面へのアクセスとして、米子道が重宝され、 ゴールデンウィークやお盆、正月等の連休には、落合ジャンクション湯原インターチェンジなどで、容量オーバーによる交通渋滞が頻発した。このため、起点側区間で重点的に4車線化拡幅工事が進められ、2011年12月までに、落合ジャンクションヒルゼン IC までの 33.6km 間が4車線化した。 残りのヒルゼン IC ヨナゴジャンクションの 32.6km については一部を除いた約 22km で対面通行が続いており、積雪のある陶器をはじめ安全性の問題が指摘されている。鳥取県やヨナゴ市など沿線自治体、及び商工団体、旅館組合、バストラック協会など41機関で構成される規制同盟会から、 国土交通省やネクスコ西日本に対し、4車線化の要請が続けられている。2016年6月、負荷車線設置検証路線として、甲府 IC 付近の約 3.4km が選定された。2019年3月には、防災、減災、国土強靭化のための3カ年緊急対策の一環として、溝口インターチェンジ付近の約 4.2km が、 不可車線の事業対象として選定された。2019年9月、国土交通省第35回国土幹線道路部会にて、高速道路における安全・安心基本計画が検討され、4車線化の優先整備区間として、ヒルゼン IC 那子インターチェンジが選定された。これにより、那子自動車道の全線4車線化の道筋がついたことになる。調査設計の上、 事業費、財源状況を踏まえて、順次事業化される見込み。2020年度、ヒルゼン IC 交付狭間インターチェンジのうちの約4 7トルが事業化された。与那古道沿線には22のトンネルが設けられている。トンネル用目及び IC 間ごとの設置数は下記を参照。警察、編集ハイウェイラジオ。 編集24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。